君スパちゃんありがとういますばらしいか。す晴らしいって難しいですよね。なんかこう手放し賞さんみたいに捉えられるとね。なんかその人が変なこと言ってたとしても、いやでもレオさん言ってたからこの人言ってること全部正しいって思われてもきついからね。素晴らしいか。でも僕はあれですけどね、本当あの、解説っていうか実況してる時に解説見たことですけど、あの北川さんの実況は大好きですね。あのやっぱりあれトーク番組なんですよ。 まあ僕の美学というか哲学ですけど、サッカーをテーマにしたトーク番組なんですよ。今行われてる映像を見せての。だから大喜利みたいなことなんで、このサッカーの試合をお題にして、この、えー、番組を楽しみませで、お題にするってことは、そのお題を見たい人っていうか、それを楽しみにしてる人だから、このトークだけが盛り上がるっていうか、そっちが先に行き過ぎてもダメなんです。だから、ダメな人で言うと、昔の玉野さんとかさ、 なんかこう自分のトークで面白いことを言おうとしすぎて、結果試合を邪魔してるみたいな解説が多かったね俺はあれダメだと思うちゃんとこの、例えばアーセナルチェルシーとかを楽しみにしてる人がアーセナルチェルシーをより楽しめるようになるみたいな。だから北川さんのやつがすげえいいのは、あのイタリアのセリエ A のサッカーを好きな人がより一層楽しくなる情報を提供してくれるから、からすごいいいと思う。だ松木さんとかも、 ボケてるんだけどさ、ボケてますっていうよりさ、自然とそういうこと言っちゃうおじさんみたいな、ちゃんとギミックっていうか、キャラを確立してて、日本代表の試合を一緒に応援してるっていう楽しみますせ方。だから、付加価値をちゃんとつけれてるじゃん。うちだも行け、うちだもーとかさ、言っちゃいけないことじゃないじゃん。本当にうちだが行った方がいいしさ、あの状況で。誰だったっけなパクチソンだけど誰が誰が、誰か4人いるね、みたいなやつとかさ。本当にそう見えるぐらいすげえ走ってるとかさ。でもなんかこう、ひねってボケて、僕のセンス見てくださいみたいな感じもないじゃん。 だから僕は本当に毎回こういう話してたときに松木さんいいなって言うし、北川さんいいなっていう言ってたらなんか回って北川さんが時々生配信見てくれてる時もあるみたいありますね。うん、で、ダメな人はなんかこう、批判的な上に間違ってる人。ってうの、ん、はもう最悪ですね、うん。っていうのはまあ過去に言ったやつがもう、うん、いっぱいありますけどね。もうアーセナルの解説してる時の渡辺一平さんとか清水さんとか結構ひどかったですね。富安がオーバーラップしないといけないみたいなやつとか。なんかこう。 そこじゃないだろっていう、その、サッカー全体の現象を捉えてなくて、すげえ印象論で語ってみたいなのがありましたね。とかあ、あの、ドルトムント大セビジャだったかな、セビージャーの流れがいい時はセビージャーばっか褒めて、ドルトムントの流れが良くなったらドルトムントばっか褒めるみたいな。本質と別のとこばっかり言ってなんかこう、自分知ってましたみたいなこと言う、あの、風間さんとか嫌でしたね。